2色鍋の塗り絵、楽しく塗ってすっきり脳トレしませんか？お鍋の季節には欠かせない下絵に挑戦。まずは黒でピカッと光っているところを決めながら直線で引いていきます。先に黒を塗ることで全体の設計図を作ることができます。さらに青で黒の上に重ねながらぼかしていきます。ここから色とりどり、丸い色指示が現れます。ネギのところだけ橙色と黄緑で優しい黄土色になります。はがきサイズでタタッとできて完成です。